今週はなんかスバルさ、収録行くとさ、マネちゃんがさ、スバルのカバンを回収するみたいな事件がよく勃発してるやん。それがさ、もう行くとこまで行ったんだけどさ、みんなさどうなったと思う？なんか最初はスバルのカバンについてるキーホルダー握って逃げられないようになってて、でもうスバルこれはいかんと思って、そのぬいぐるみのキーホルダー外したのね。次そしたらもう荷物をもう手に持たれてて、でついにこの間収録終わったら普通にスバルのカバンどこかなって探したらなくて、あれスバルのカバンねえと思って、カバンないんですけどって思ったら、マネちゃん普通にね、自分のカバンみたいにね、こう肩からかけてて、マネちゃんちょっと味しめてるよねと、マネちゃんさちょっと味しめてるよねそれは。いやちなみに言っとくと、スバル暇だからもう帰らないよ。スバル暇だからさ、っていうかこれ言ったっけ、今の生活のこのリズムに戻ってから集合とかも誰よりも早く着くようになってで、なんかみんなで遊ぶよとか言ったら、これマジで別に誇れることじゃないけど、マジでもうねあれなんだよね、もうほんとギリギリか遅刻かみたいな感じ。まあ最後だったのね、到着が。最近余裕がありすぎて30分前ぐらいに着いちゃう。で30分前に着いちゃって暇だなっつって歩いてる時ある。でもさ30分前に着いてもさ、散歩してるとあっという間なんだよな。なんかちょうどには着けない、難しすぎる時間調整。てかみんなと遊べるの楽しみだからワクワクして、気がついたら30分前に着くようになった。59分に起きた人のセリフじゃない、確かにそれはそうっていうね。もうマネちゃんがね、次ねスバルのカバンをどうしてしまうのかちょっと楽しみまであるっていう、わかる？どうしよう次、新しいカバンになってたら。